兵庫県に住む女性が友人たち何人かと海に行こう。人が混んでるからできるだけ平日に行くってことになったんですね。その子は泳ぐのをあまり好きじゃなくて、ただ当時日焼けした肌っていうのが流行っていることもあって、体を焼きに行こうと思ったらしいです。他の友達は本当に子供みたいに山作ったり顔焼け出してやめてよみたいな感じで砂の中に。 入れたりバシャバシャ浅瀬で泳いだり女の子たちばっかりなんでナンパされて断るのを楽しんだりしてたみたいですね友達が遊ぶのを眺めながらその子こう寝転がって青に手をのして日焼け止めも塗ってたしサングラスかけて遊んでる友達を見てて他にもポツポツと遊びに来てる家族とか。 いるんですがずーっと向こうの沖の沖方に点って何か見えたんです何やろうと思ってじーっと見てるとそれが男の人の顔みたいなその子ちなみにめっちゃ目悪いの目が悪いから見えるはずない見えないはずなんだけどあっあれ男の人がこっち見てるなって分かった波から顔上半分だけ出してチャップチャップ揺れながらこっちを見ているで転がりながらあなんか男の人だなあれじーっと見てたら だんだん、音がなくなっていった。遊んでる音とか、波の音とかがなくなってって、あれなんかおかしいと思ったら、体が動かなくなった。海なのに、金縛りになった。え何そのままの体勢でじっとしてる。見てると、まっすぐ、自分のまっすぐの距離の、その、顔を出してる男の人が、ちょっとずつ揺れながら、ちゃぷちゃぷちゃぷ、近づいてくる気がする。あ、こっちに近づいてくる。と思ってたら、 ちゃぶちゃぶちゃぶって言うてたのがずーっとまっすぐこっちに向かってくるサメのヒレみたいな感じでまっすぐこっちに来るえっ、ー、何々何何見てるとその人ずーっと近づいてくるんですけどいつまでたっても顔だけなんです顔だけがずーっと近づいてきてもう朝瀬やっていうところになっても顔半分のまま近づいてきてそのままビーチに入ってきて砂の中を 顔半分の男の男人だけがずーってくる何何自分は動けないそれの人は真っ直ぐ来る自分の顔の前に止まって男の人が目だけでにーってこう笑うのが分かったところで「大丈夫?」って声かけられたね<え>見たら友達があんた大丈夫って「うん、ああ大丈夫寝てたみたい」あ「あ夢か」ってなんかめっちゃ変な夢見て「あー怖かった」「いやそうじゃなくてあんた大丈夫何がこれ何それが 海からずっとその子の顔の前まで続いている溝なんです。この溝何マッサーをやってすぐに帰ろう帰ろうって言ってたんですが、その場所を調べたんですが、特に何もわかりませんでした。ただ関係ないとは思うんですが、近くでちょっと事故はあったみたいですね。離岸流による事故です。うんその場所とはちょっと離れすぎのような気もしますね。まあそういうことがあったようです。 Y さんという方が小学校に入る前って言ってたんで、まあ随分前ですよね、きっと。会う時、公園で遊んだりしていたんですが、その公園というのは神社の横にある公園。おそらく神社の敷地じゃないかなと思われる場所なんです。そこで友達4人と砂場で遊んでいたら、この砂どうするみたいな感じの流れになって、あそこまで持って行こう。砂を 器に入れて、神社の蝶屋っていうんですが、手を洗うところ、そこに砂を持っていって、ジャバーって入れたの。そしたら、あれ、口にも使えるように、綺麗な水なんですが、ぶわっとこう、泥で汚れるわけです。わあ、すごい、泥いっぱいになった。もう一回、砂取ってこよって言って、友達4人で、ずっとひたすら、蝶屋に砂を入れまくるという。 それ面白いいいのかっっててう遊びをやっていたんですね神主に見つかりました「神主激怒まだ何しとんねん」で捕まえて怒ってるんですけどやっぱり子供なんで Y さんたちなんで怒られてるかわからないお水のところに砂い出てたらこんなに怒られるのかそのうち親が来て「あんた親か」と「他の親も呼んでこい」みたいな感じでえらく怒ってはってお母さんもびっくりして仕方がなく他のその3人の親も来てもう4人。 母親が来て、こんなことさしたらあかんやろみたいな感じですげえ怒ってる。で、子供の何人かウェーンって泣いてるし、Y さんに至っては何で怒られてるかを全く分かってない。とりあえず謝れというので謝って、神様にも謝らなみたいな感じで、神様にも謝って帰ったんです。あそそここはうういうことしたらダメなの あれは神様の場所だから、そういうふうに砂とか入れたらダメなとこだったんだよって教えられたんですけど、ワイさんそれでもまだ分かってない。んじなんで水に砂入れてこんな怒られるのあかんねん。神社と公園の違いが多分分かってなかったんでしょうね。夜寝てると太鼓の音が聞こえてきたリズミカルなお祭りの時に聞こえる太鼓じゃなくて、迫ってくる感じ。どん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 。え、何の音と思って。 で目を開けると太鼓の音は天井から聞こえてるんですが電気がぶら下がってる天井のその一面が電気がなくなって雲になってた黒い真っ黒い雲が渦を巻いてるうわーってびっくりしているとその音がどん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 大きくなっていて「うわー怖い!」かかっ,怖い怖いってずっと言ってると母親がやってきて「どうした?」んだ あんたすごい熱やんみたいな感じで、このまま発熱したらしい。そういうふうな悪さをしたから熱が出た、もう言えるし、水でずっと遊んでたんで、体が冷えてしまったっていうのもあるかもしれないんですが、不思議なのは、遊んでた4人とも熱を出したということ。熱が下がらず、ずっと困ってて、一人ずつ神社に無理やり連れて行って、もう一度謝らせていった順番から熱は下がっていたらしいですが、そういうこともあるみたいです。 神様厳しいですね。B さんから聞いた話なんんです B さん仲がいいのは A さん男の子です B さんも男の子 C さん C さんは B さんの彼女なんですがこの3人かなり仲が良くてよく一緒に飲みに行ったりしてたんです。 A さんは彼女を作らなくて、まぁ、あ、ちょっと偏屈というかオタクというか、まぁ、あ、彼女こいつできひんやろうなと思ったんですが、ある日できたんです。仕事場で知り合った女の子、その子と付き合って仲良くやってたんです。ちょっと年が若くて、習慣も違う感じの A さん偏屈なんで、彼女と3ヶ月ぐらいですぐ別れたんです。別れて、すごい落ち込んでると。話聞いてたら彼女に気を使ってないことをし続けた。 A さんが悪いんですが、とりあえず B さんと C さんは、今日ちょっと慰めに行こうか、飲みに誘っても出てこわへんし、もうあいつの家に行って飲もうという話になった。B さん、ちょっと仕事があったんで、C さんに、先行っといて、って自分の彼女に言ったんで、うん、分かったコンビニでいろいろ買っていくな、B さん、仕事終わって、さあ行こうかって。 A さんの家に行ったんです玄関の前に立ったら泣き声が聞こえる A さんの男の子とは思えない泣き声が聞こえる、うん、これはちょっと重そうだぞと思いながら自分もコンビニの袋持ってて中にお酒とかたくさん入ってるガチャってドア開けて中入って入っって部屋たんですそしたらやっぱり A さん「うわ」みたいな感じ「うーわメっさ泣いてるわ」と思ってパッて自分の彼女見たら C さんも「うわ」って泣いてたんです。えー これ何と思って「とりあえず座ってお疲れ大丈夫?」A さんも C さんも「うわ」って言って泣いてるうーわこんな泣くもう A 歳した大人がこんな泣くかとりあえずビールのも自分の買ってきたビールをプシュってあげて乾杯できる雰囲気じゃないなこれまあとりあえず飲もうと思って飲んでて気づいたんですけど A さんも C さんもお酒飲んでないんこに。 コンビニの袋がある前に何もないあれ飲んでなないのなんで酒飲んでないのにこんなに泣けるのこの人たち。わすごいな。とりあえず一回落ち着くのを待とうと思って何も話してない。うーって泣いてるだけなんです二人とも。あー泣きやまへんな。それが結構長いんでちょっと一回落ち着こうや泣きやんでくれ話もできへんっていうかお前はなんでそんな泣いてんねん聞くんですが彼女も「うーって言って泣いてるのしばらく我慢してるとその二人の泣き声に触発されてかなんか ものすごく悲しくなってきたんです。悲しくなってきて。なんか、ツーって涙が出てきて。あれ、なんか泣けてきた。<laughs> B さんも泣き出した。3人でうえーって声を上げて泣いてる。B さんは自分がなんでこんなに泣いてんのかわかんない。ただ、この2人が悲しすぎると。若いお姉ちゃんに捨てられた A さんも悲しいし、C さん、自分の彼女ですね。こんな人に付き合わされて悲しい。そして、俺も この二人と一緒におることによって自分が悲しいと思って、なんか泣けてくるんです。三人で声を上げて、ずーと泣いてたんです、本当に。そしたら、インターホンが鳴って、トントントンって。 音がするでも泣いてるんで「うわー」って泣き続けて動かないんです誰か来たーと思ってるんですけど出ないにガン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 って音に変わってこれはもう苦情やな苦情言いに来た人があるでもこんなに悲しいからとてもじゃないけどクレーム対応できませんと思ってたら「入りますよ」って音がしてドアバンって開けて入ってきたのを警察官3人あのちょっと苦情があってきたんだけど君ら大丈夫か「うわー」って言って3人とも泣いてるんでなんか様子がおかしい多分ですけど。 薬物やってると判断されて、話もできない状態だったんで、連れていかれたんです、3人とも。パトカーに乗ってるうちにだんだん落ち着いてきて、警察署に着いた時点で、なんかもう全然何もないんで、一応検査するからって言われて、トイレ行っておしっこしてきてくれへんかみたいな感じで採取されて。もちろん何も出ない。なんでそんな泣いてたのいや、あの、失恋したです、こいつが。君ら、何歳やと。 エトシして失恋であんんなな状態になるんか苦情があって泣き声が聞こえるっていうので僕ら行ったんやけど君ら話になれへんからこういうことさせてもらったけど大丈夫本当に大丈夫お前なんかない相談乗ってくれたみたいですね。でいや特に何もないし何であんなに悲しかったのか分かんないですって言って A さん B さん C さん解放されてなんかとうとう歩いて帰るんですよ家近かったんで。ななんんんであんなに泣いてたやな B さんが 聞いたら A さんは、お前こそなんであんなの泣いてたで C さんも、いや、私じゃなくて、なんであんたらあんなの泣いてた泣いてる理由がわからなかったんです。帰って行って、これ遅い時間だったんで、もうちょっと明るくなってる。とりあえず、一回落ち着こうって言って、もう一回 A さんの家に行ったそここエレベーターなくて階段で上がる2階なんですけど、上がって行ったら、警察がいるあれと思って警察官がいる。なんでまだなんか用事かなまだ疑ってんのかな警察官の一人が、ああ、君ら、 最初に、エイさんの部屋に入ってきた人が一人、そこにいたんです。何してるんですかいや、苦情があって。苦情、はい、苦情あったみたいですね。いや、キューナじゃなくて、まだ泣き声が聞こえるんだけど。苦情があって、え、どういうこともう一回来てみたら、キューナの部屋じゃなくて、その隣の部屋から泣き声が聞こえる。行ってみたら、ちょっと男性が自殺し合ったみたいで、多分、お風呂場へと思うんだけど、お風呂場ですごい声を上げて泣いてたみたい。え、その人亡くなったんですかうん。 多分君らが連れて行かれる時またその人生きてたんじゃないかななぜかわからないけどずっと泣き続けて手首を切ってお風呂で死んだみたいあれさっき泣いてた時に包まれてた絶望感みたいな気持ちってお隣から来てたでなんとなくつながったんですそれが納得できへんって聞いたらうんなんか納得できる納得できるえどういうことやろうっていうのが一緒あったんですけど実際本当に 隣の人、亡くなってたみたいですぐ部屋が引き払われてて、その感情みたいなものが隣の部屋に感染したっていうことなのかなっていうふうに解釈するしかないですよね。それ以外その3人が泣き続けた理由がないんです。さんに至っても彼女のことで泣いてたんじゃないなんか悲しかった。というちょっと不思議なお話を聞いたことがあります。 とある男性がイスラエルの女性と付き合っていたみたいでユダヤ人の方なんですが気があったらしくていろいろな場所に行ったりいろいろなことを教えてもらったりユダヤ語っていうのはかなり特殊な言語なんでそういうのを教えてもらったりとか楽しく毎日過ごしていたある時 多分あの本当にあった呪いのビデオっていうシリーズだと思うんですがその怖い映像幽霊だよこれって映してる映像を見てその彼はすごいの見たと思ってまあえらく興奮してたんですそれが踏切が閉じたら踏切の下の部分に足だけが歩いてるっていう映像だったみたいです当時やっぱり心霊動画っていうのがなくて 斬新なものだったんで興奮して夜彼女に会った時にすごい映像を見た彼女に説明するんです踏切閉じたら足だけが歩いてたあれ幽霊やと思うと完全に信じきってるもうやめてよとすごい怖がるんですただ彼女の方もそこまで興味がないわけじゃないようでえ足だけが歩いてたちょっと聞いてきたんですうん足だけが踏切の棒の下を歩いてたあ、うんやっぱりそういうのってどこの国でも あるねんなぁ、えどういうこと私の国でも昔母親が同じようなことを言ってた。それが簡単に言うと公衆トイレみたいなところで女性専用のトイレが故障したらしくてお母さんが男性用のトイレを使った用を足しているとドアが地面まで伸びてないんです。 ちょっと空いてる。だから、外から見たら、あ、誰かトイレ入ってるなって分かる。わかるんですけど、こっちからも見えるんです。で、見てたら、ひた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 って来て、ピタッと止まった。それが、自分の入っている個室の前なんです。あれ、誰か止まってる。ノックされるのかなと思ったんですけど、ノックしないんで。ただ、足だけがじっと見えてる。男の人の足。で、裸足なんです。え、何やろう変な人かな変な人いったら嫌やな。何の動きもない。で、ちょっと青っぽい。 足だったみたみいですなんでこんなに青色なんやろうと思いながらトイレ終わって吹、まあ、いて流して出ようとした時にまだ足があるちょっと気持ち悪いけどここにいたらなんか変なことをされるかもしれないから早く出ようと思って鍵ガチャって開けてドアをグーッて開けたそしたら前にいた人の方にドンとぶつかって避けてくれた隙に逃げようと思ったらそのままスーって開いたんあれと思ってスーッて開いて誰もいいなぁい,い で足を見るとあるんですまだ足がえ何これおもちゃ切断面がスパッと消えてるとかではないんですなんかぼんやりしてるぼんやりしてるところから足が生えてる簡単に言うと空中から足が生えて地面についてるような感じがしたえ何これと思ってたらその足が来た方向壁の方向なんですけどもそっちに向いてピタ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 って歩いていったのを母親が見たことがあるだから日本にもそういうの あるんだ怖がらせるつもりで言ったのに逆にその子に怖がされたという話ですが結局そのユダヤ人の子豚肉とか食べれなかったんですけども豚骨ラーメン何回か食べさせているのがバレてですごい怒られて別れたそうですシー君という男性が。 教えてくれた話なんですが彼ある時出張に行ってたんですよ車で少し遠い場所で,で上司と一緒にいててそこまでの用事ではなかったんですが待つ時間が長くて上司が取引先のところに行ってる間すごく長かったんです。と見ると古本屋さんリサイクルショップみたいな他にもいろいろ本以外のものもたくさん置いてるみたいな見つけてそこ入って時間潰してたまあかなり安い金額で古本まあもう人気のないやつとか昔流行ったやつとか。 そういういのがたたくさんある中でで適当に選んで買ったんでそのうちの一つに「週刊」で少年が読む元気な雑誌そこで連載してた「セ座ザーの戦士たちが鎧みたいにつけて戦う」っていう有名な漫画があったんですかなり中途半端な感だったんですが、まあ、でも適当に時間潰しのためなんで他の漫画と一緒に適当に買った車に戻ってその本読んでて出張は普通に良かったんです 何日かして家に帰って、買った漫画を部屋に置いてたんです。そのバトル漫画、かなり中途半端な巻だったんです。五巻とかだったかな。なんとなく、前と続きが読みたくなって、買おうかなと思ったんですけど、うーん、でも、今さら、うん、だいぶ前の話これにお金出すのちょっと嫌かなと思って、出張というか、まあ、遠出することも多いし、その度に古本屋さん見つけたら、えー、そこで買っていこうと思って、いろいろ、 行くたびにそういうい古本屋さんリサイクルショップ見つけるたびにちょこちょこと買ってったんだだんだん関数が揃っていく1巻2巻3巻4巻みたいな5巻6巻7巻続いていくそれが楽しくなってきて集めてたんです最終巻だけなぜか見つからずに、うん、最後の巻見つからないなえっとね28巻までだったと思うんですけど27巻まで揃った最終巻揃わない見つからないんです 一応置いてて、いつか見つかるやろうと思ってたんですが、会う時、友達が遊びに来て、ああ、これ全部揃ってるんや。ああ、でも古本屋で買ったからボロボロやし、でも全部じゃないね。最後の巻ないね。へーって言いながら、わーってその子は適当に呼んでいくんです。友達がわーって適当に。えーあこんなんあったな。あこんなシーンあったな。懐かしいな。俺このシーンめっちゃ好きやわーみたいな感じで。 盛り上がってる。うん。あ、ジュース飲む。あ、ジュース飲む。ちょっとこれ読んどくわ。<あ>ジュース取りに行ったの。帰ってきたら、あのさ、これなんなん本のカバー外して、これなんなんって言ってるんだよ。え、なに橋本博士って書いてるひらがなで。橋本博士って書いてる。あー、それ古本やから、多分、その本を持ってた子が、橋本博士っていう男の子だったんじゃないのへぇ、えー、そうなんや。うん、じゃあ、橋本君もうちょっとやのにな。全部揃えたらいいのにな。こと言って、 カバー外していく全部に「橋本博」って書いてるんですあれなんで思い出すとやっぱりいろいろな地方で買った全部の本に「橋本博」って書いてるんですそれが気持ち悪くて「いや俺これ全部バラバラで買ったんやけどああバラバラでまあ,あまあ偶然集まったんじゃうそんなことあるかな偶然でそこまで集まるもんかなだんだん考えてたら気持ち悪くなってきためちゃくちゃ遠くで買ったやつもあるでも名前が書かれてる 全部のに橋本気持ち悪いと思ってなんとなく持ってるのが嫌になったんでちょっとこれ売りに行こうかなっていう気になって時間が空いた時にそれ車に乗せて「ここ古本屋に売ってこよう」ってブーンって進んだらそんなに遠くに行かずにも「あっここに古本屋あったわ個人商店みたいなところここでいいや自分ちのすぐ近く車を売いて本出して。 買い袋にボンって置いて「すいませんこれあの買い取ってほしいんですけど」って言ったらお兄ちゃんが出てきて、はい「はああこの漫画懐かしいですね」みたいな感じで「ててこの漫画多いな」と思いながら見てるとそのお兄ちゃんが「えっどうしたんですか?」って言ったら「あのすいませんこれ僕の本なんです」え「えあのここにほら名前書いてるんですよ」橋本博士僕は橋本博士なんです」これね昔 先輩が無理やりこう持ってってで返してって言っても返してくれず結局打ったみたいなことを言われてすごい悔しい思いしてたんですそれが全部今ここにあるんです多分まとめて買ったと思うんですけどこれ全部僕なんです僕のだったんですって言って泣いてるのあそうなんですかでね一応ね全部は貸さなかったんですよ当時出たばっかりのやつだけ残っててこれがその最終巻なんですって最終巻持ってるんですその漫画の それ見た瞬間寒気がして「これちょっと高値で買い取らせてもらいます」って言ったけど「いやいいです橋本さんもうそれ差し上げます」って言って上げて帰ってきたっていう話。